って。あれ、意外とまだ明るい。時計を見るに、向こうに行っていたのはほんの3時間程度のようだ。ミクたちと練習するとちょっとの時間でも半日くらい歌ったみたいな濃い練習になるからな。だね。じゃあ時間もあるし、うちの店で軽く休んでく？あ、それならみんなでちょっと街を歩いてみない？街を？うん、ほら、街を見ろっていう言葉あったよね。だからあちこち見て回ったら何かわかるかもって思うんだ。そういえば小羽はおじさんとの練習で実際に街をあちこち歩いたんだっけ？ああ、聞いたな、そんな話。確かに考えても何も出ねえなら実際街を歩いた方が発見はあるかもな。ああ、タイガさんとしたという街を歩く練習というのも気になるしな。じゃあさ、おじさんと歩いたっていうコースをそのまま案内してもらっちゃおうよ。小羽、その時回ったところって覚えてる？うん、任せて。まずビビットストリートの端にあるラーメン屋さんからスタートしたの。さっきのレコード屋さんの次はここのラーメン屋さんに来たんだ。スタート地点とは別のラーメン屋だな。タイガさん、ラーメンが好きなんだろうか？あ、若い頃はいっぱい食べてたみたいだよ。ここにもよく来てたみたい。このお店の看板メニューは豚骨味噌ラーメンなんだけど、タイガさんはあんかけチャーハンをよく頼むんだって。ああ、覚えてるかも。大将さんが一回くらい看板メニュー食えってよくぼやいてたな。こんにちは。今ちょっとみんなで街巡りしてるんだ。次に来たのはここだよ。青果店だな。おお、そろそろライブハウスか何かが来るんじゃねえかと思った。あ、ここのお店は20時で閉まっちゃうから19時半を過ぎるといろんなものが安くなるんだって。いや、いるかその情報。ここらに住んでる人にとっては大事大事。おばさん、おばあちゃんいる？どこか悪いの？そっか、よかった。どこか悪いのかと思っちゃった。冷やしパイン？知らない？スティックみたいに切ったパイナップルをキンキンに冷やしたやつ。はい、お邪魔しました。んで、一通り小羽がタイガさんと回ったってところを歩いてみたが、何もわからなかったね。いや、あんかけチャーハンと安売りになる時間と冷やしパインの情報があったじゃないか。特に冷やしパインは楽しみだ。うん、絶対食べに行こう。それに今日はいなかったけど、お店のおばあちゃんめちゃくちゃいい人なんだ。わかったわかった。つうかお前、最初から最後までやたら楽しそうだったな。わかる？ずっとニコニコして
地元の人しか知らない話をいっぱいしてくれたもんね。いやー、なんかうちに友達連れてきたみたいな、そんな気持ちになっちゃって、目的忘れて楽しんじゃった。忘れんなよ。町を見ろについてはわからなかったが、この町の温かさはなんとなく感じたな。ラーメン屋の大将さんも青果店のおばさんもすごくいい人だったもんね。まあ、町を見ろについてはもうちょっと考えてみねえとな。すぐにわかるような答えなら遠野も悩んでないだろうし。うん、みんなで考えてきっと答えを見つけようね。